ハンドメイド愛好会です。毎週水曜日に、毎週じゃないんですけど月に何回かくらいに集まってみんなでなんか作ったりしてます。よければ遊びに来てください。シャンティシャンティ国際ボランティア愛好会です。私たちは春夏の長期休みに海外ボランティアを中心にボランティアをするサークルです。サークルはみんな本当にフレンドリーでどうなサークルだと思っています。みんな仲良しで入ったら絶対友達がたくさんできるような、もう一生の友達が作れるようなサークルになっています。お待ちしてます。こんにちは、青山学院大学マスコミ研究会です。私たちは班を4つに分かれて活動をしています。雑誌を作ったりラジオを収録したりイベントを企画したりあと映像を作ったりいろいろしてます。興味がある方はぜひどしどし応募してみてください。途中入部ももちろん可能です。皆さんのご入部をぜひお待ちしてます。イエーイ。新入生の皆さんご入学おめでとうございます。青山学院大学ハンドベルクワイアです。ハンドベルはクリスマスの時期に、皆さんよく耳にするかと思いますが、私たちハンドベルクワイアは1年を通して、演奏会をさせていただいております。ハンドベルの音色は、天使の歌声とも言われるほどとても綺麗な音色をしています。初心者大歓迎、また男子も大歓迎ですので皆さんぜひよろしくお願いいたします。こんにちは、青山ピアノソサイエティ愛好会 APS です。私たちはピアノを弾くサークルなのですが、1年間で何回か、サガ祭とかアオ祭とかそういった演奏会でピアノを演奏する機会はもちろん、ピアノを弾かないイベントも1年を通してたくさん用意しています。ゆるくてとっても楽しいサークルなので研鑽も可能です。ぜひ APS に入ってください。で、青キャンでは毎週水曜日4時45分から、佐賀キャンでは毎週金曜日の午後5時から、活動していますのでぜひ遊びに来てください。待ってます。